よかったわね、二人とも。お姉ちゃんができて。私にはお兄ちゃんがいるもん。あらあら、やきもちか。そんなんじゃないよ。はいはい、ほら手洗ってうがいして。おはよう。眠いみたいね。今日はお墓参りなんだからちゃんとしないと。ねえお兄ちゃん、引っ越してきた時には妹さんって亡くなっていたのよね。うん、毎年この時期になると思うんだけど、この町に来た時にはもう昔のことだったのかな。通りさんって昔からあんまり変わった感じがしないから、つまり妹さんの死を境に何かの変化があったのかなかったのか。そうよね、やっぱり越してきた時にはもう吹っ切れていたってことかな。そうなるかな。寂しい？思った以上に通りさん遠いのかもしれないわよ。別に夜でもいいけど。まあ人間なんてそんなものだと思う。お互いがお互いに見せるのを許している部分なんてごく一部。私たちには当てはまらないから。そんな大昔の話持ち出されても困るけどね。おはようございます。
休みの日はなんでこんなに眠いんだろうね。そうかな。眠いから頭が回らないや。そんなことより、通りお姉ちゃんでしょ？通りもいつまで経っても朝が弱いからね。まったく、誰に似たんだか。未だに朝ごはん食べながら居眠りすることあるし。ちっちゃな子供みたいですね。私のこと持ち出さないでよ。そうだよ。幸恵さんがしたの今の話ですよ。あれ？晴れてよかったよね。警察も祝日とかは休みなんですか？私はね、内勤だから。ま、呼び出しがかかることもしょっちゅうだけどね。お母さん、携帯の他にポケベルも持ってるんだよね。ポケベルの方が電波が強いのよ。でも、今日は大丈夫。電源切ってあるから。普段あんまり電車に乗らないですし、外に出るいい機会ですから。出ないの？外。あんまり。ちょっとは遊びに行った方がいいよ。そんなことしんみり言わないでください。遊べるのも1年2年のうちだけだからね。ちゃん、ボーイフレンドとかは？いきなりですね。ほら、そういう人がいれば一緒に映画見に行ったりとかするのかなって。ちょっと興味ないですね。だってエマちゃんモテるでしょ？そう思わない？よく手紙なんかはもらいますけどね。いつもお断りしてるんです。そういうのはまだ早いような気がして。そうかな。そうなのかな。そういう通りさんはどうなんです？ううん、いないんだよね。
寝ちゃってますね。あ、本当だ。昨日も仕事があったみたいだから。大変ですよね。でも本人はそう思ってないみたいなんだよね。そういうことじゃないんじゃないの。仕事人間だから、お母さんは。兄さんに聞いたんだけど、森園町は犯罪率が低いんだって。お母さんももうちょっと暇になれるといいと思うんだけどね。バスから出ると空気が美味しく感じるよね。言わないでよ。お兄ちゃんのほっぺたほんと柔らかい。肩が凝っちゃった。座ってるばっかりは疲れるわね。どうも。なんか言った？うわ、さて、みんなお腹空かない？着いたら何か食べようか。賛成。お腹が鳴りそうになっちゃった。何がいい？湯豆腐かな。じゃあファミレスにしましょうか。兄さんも来ているしね。料理で大変なんじゃないかな。いくら疲れていてもお墓参りは欠かせないでしょうから。そうだね。二人も同じでしょ。
終わった後は電源入れてたのよ。もしもし。ごめん、ちょっと用事ができちゃった。お金だけ渡すから、みんなで食べて。バタバタしちゃってごめん。それじゃ、失礼するわね。しょうがないな。それじゃあ食べよっか。湯豆腐でいい？この駅前で湯豆腐を食べさせてくれる店なんてないと思いますよ。どうかした？誰かいた？タレント？こんな街にタレントなんて来ないと思いますよ。そうかな？たまにナイトショーとかやってるよ。タレントとは微妙に違うような。ああ、そうなんだ。来た来たっと。冬はこれに限るよね。